の話なんですけど、このうつぼだるっていう話はですね、長いでしょ、1ページあるでしょ、これで、これ全部やるんですよ、ね、これ話は簡単、お花見の季節でもあるんですよ、出てくるのは猿回し、猿、それからお殿様、太郎冠者、大体この4人だと思って、4人というか 3人プラス1匹ね、な感じでございまして、あの猿回しがさ、こうお花見のところに会場に行って、ここ通って行って、お旦那のところに行って、お稼ぎに行こうと思ってるのが猿回し、それで竹やって船に乗ってくるわけ、ね、それが猿回しの思いでございます。お殿様はずっと最初に、それ弓矢の始まりはって書いてある、ね、弓、なんで猿回しの話なの、弓の話からするんだって話なんですけど、弓矢の矢を入れるものあるじゃないですかね、矢だけ持ってるわけないから、矢を入れる、これをね、ウツボって言ったんです。まあウツボに似てるっていうのと、あと中がウツロだなっていうのをしゃれてるわね、ただ単なる丸い声でさ、あのゴルフバッグのちっちゃいやつなんですね、これがね、あるんですよ、あれに、あれを装飾するのが流行るわけですよ、ある時の時代に、そこに絵を描いたりできないんですから、そこに毛皮を貼るのが流行ったんだそうなんですね。そうすると、そのあるお殿様は花見に来て、花見でございますとか何言ってんだけど、いつも頭の中には俺のあの槍入れな、あれな、なんかの皮が張りたい、なんかの毛皮が張りたい、なんかの毛皮が張りたいとずっと思ってるわけです。ね、それで斜面とかなんかありませんから、その頃は。なんかの獣を取ってこなきゃいけない。嫌だなと思って、なんかしたいなと思ったら、そしたら先ほどの猿回しがツッ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 ポンっていくわけよ。ね、猿回しは猿をここに乗せておりますよ。ね、それで、お、なんだあれ、毛皮、もう毛皮しか、あの、トロカちゃん、毛皮しか当たらんけど、あれ、毛皮が歩いてるんだ。おい、トロカちゃん、あいつなんだ、あれなんだ、なんだって。あなたはどこ行くんですかって言うと、私は猿回しでございますよ、これからお旦那の祭り、お旦那周りに行かなきゃいけないですからね、すいませんけど、ちょっとごめんなさいよって、ちょっと待てと、それ背負ってるの怪我じゃねえってなるわけ、お殿様がね、じゃあ宝がやるぞ、怪我でございます、あ、間違いない怪我でしょ、あれをくれよくれよくれって言ってこい、太郎ちゃん、ピンバでやったつって行くわけですよね。それでどうなっちゃうっていう話なんですけど、結果は許してもらう、その許してもらえるのは、要は殺すんですよ、殺そうとするの、殺そうとして、太郎もういいから、太郎ちゃん早く撃てと、で猿回しも仕方がない、もうここでもうこの猿とはお別れだっていう泣きのところもある、それでお別れだって言って、いや分かりましたと、で猿回しがあの刺されたりするとさ、太郎ちゃんに刺されたりすると傷残っちゃうから、いいですか、猿の一撃って、ここさえポンと叩けばポンと行くところもありますからと、私がそれで殺しますよと、もういいですよと猿回しが言うわけ。それでまあどの辺、この辺かな、この辺なのかな、まあ、どっかコーンってやったらガッて死ぬとこあるわけで、それで太郎かじゃない猿回しが猿によって申し訳ない、恨むんじゃないよってクッとあげたら、そしたらほら、猿回しっていうのは猿っていうのはいろんな芸を覚えてるじゃない、その芸は何かの合図でもってチッてやると何かやるとか、ピッて鳴らすと何かやるとかって、そしたらたまたま持ち上げたら、それが猿が船を漕ぐ真似をする合図だった。それを猿回しが知ってたのかな、わざとやったのかな、で船漕ぐ合図だと思うから、猿回しは殺されるとは知らないで一生懸命船漕ぐ、船漕いだわけ。それで猿回しが、あ、そうだ、これ船を漕ぐ合図だった、ちょっと見てくださいよ、ほらこれやってる、何やってんの、船漕いでんじゃないか、そうなんですよ、こうやって船を漕ぐ合図なんですよ、俺が。はあ、猿、お前これから殺されるのにそんなことやってる場合じゃない、でも猿は分かんないんだな、かわいそうだったな、俺もなんか向こうのこと言っちゃったかもしれない、また他の怪我を探すわ、もう帰っていいよっていう話なのそれでもう助かって、それでは最後踊って帰るということですねそんなことその船こぐ、それ荷上がりって途中から荷上がりから後ろがあるでしょ、荷上がりから後ろはもう帰ると、帰る前に一遍踊って帰りましょうって言うから、もう引いてても別にどうってことないところなんだけどさ、そこまでが面白いから、そこからあとってどうでもいいってわけじゃないですよ、それはそれで面白いんですけど、猿がね、あとは猿回しが行ったり来たりなんかして、こう馬乗ったりなんかして、こうやったり、馬っつったってこういうのあるじゃないですか、ここに馬の書いてあるからね、こんな乗ってやったりだね、そういうようなことでうろうろして、帰っていくというようなのがうつぼざるという物語でございます。ちょっと長いんですけども、それをエイソンさんに、半田雅恵さんに猿で、半田彩子さんでね、さっき言って、多分エイソンさんが、猿じゃないですね、猿回しでしょ、で雅恵さんが多分、女大名をやって、それで太郎冠者をやるんだと思うんですよ、という感じ
感じで、聞き応えがありますし、とても面白いですから、それの喋ってる間にチャカ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 って弾いていくっていう、それと僕と勝弘さんで上上司が入ります。それのやり取りも面白いです。そのサルマーシャル、なんだっけ、ウツボタルね、ウツボタルを聞いていただきます。よろしくお願いします。